オーハングリーキャットです。前回の動画で天使にラブソングをのヘイルホーリークイーンを歌ってるんですけれども、その中にあれなんか一人変なやついるぞって思った方もいるかと思うんですが、あれはザ・ナンとかザ・コンジューリングのあれですね、資料館だったかな、日本語名のバラックシスターの悪霊をやってるんですけど、今回はそのメイクアップのチュートリアルをやっていきたいと思います。イエーイ、イエイ、早速やっていきましょう。はい、まずですね、眉つぶしをやっていきたいと思います。私は眉つぶし持ってないので、とりあえずヘアワックスで眉を固めます。毛を上に向ける感じで、でベビーパウダーを上から叩いていきます。毛長くね、これを何回かやります。この間鼻の取れるメイクで使った鼻をつけていきます。バラックの鼻は和紙鼻なので、ちょっとここを長めにつけていきたいと思います。これ冷蔵庫で冷やしてたんで、かなりいい感じです。ま、画像を見ながら合わせていきましょう。お顔を真っ白くしていきましょう。むずい。眉毛がやっぱ分かりますな。黒のアイシャドウで鼻と頬骨に影をつけていきます。顎にもシャドウをつけましょう。で、目の周りを黒で囲みます。もうちょい彫り深いな、はあ、すごいパンダ感ない？え、ペイントしたのでブラックのアイシャドウで境目をぼかします。ぼかせたら唇も黒く塗りましょう。スポンジでちょっとやってみます。黒のペイントをスポンジを使って叩きつけるといい感じにテクスチャーが出ます。じゃあバラックさんは顔にひび割れがあるので、それを変えていきます。こうやってやったらさ、鼻がつくんだけど気をつけないと。テクスチャー入れますか。歯なんですけど、赤くしてる人とかいたんですけど、私はバラックさんの口の中赤のイメージがないので、今回ですね、このためにトゥースエフェクス、ニコチン、タバコを吸ってる人みたいな歯のやつ買ってきたんで、これを使っていきたいと思います。私のイメージ的にはここもう歯も黒く塗る、これと同じで、まあ、それでもいいかなと思ったんですけど、飲み込んだ場合にあんま良くないかなと思って、古いのでね。じゃあ歯をニコチンで汚された歯にしていきたいと思います。なんかマニキュアみたい、スースーします。はい、じゃあコンタクト入れて完成です。コンタクト入れてきました。これもあるキャラクターをやりたくて黄緑買ったんですけど、あんまり黄緑じゃないかも。ちょっと可愛い感じのコンタクトなんで、本当はバラック黄色なんで黄緑でもちょっといけるかなと思ったんですけど、あんま黄緑してないんで、うん、いやーちょっと残念。ちなみにコンタクトはフレッシュルックっていうところで買いました。できました。完成です。これもしかしたらさ、コンタクトない方がいい、怖いかな、うん、ちょっとそのないバージョンもやってみますね。
ばらくのメイク直し。はい、これがコンタクト入れてないバージョンでございます。皆さんどっちが好きですか？うん、黒目がやっぱ私ちっちゃいのでこっちの方が私はいい気がします。怖い、本当誰かわかんない。いいね。では本日もここまでご視聴いただいた方、あなたの貴重な時間をありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。表情豊かなワンワン。